日本テレビ系チャリティー番組24時間テレビ44、21から22日。では、歌唱シーンで明暗がくっきり分かれた。番組のメインパーソナリティはキング&プリンスが務め、24時間ぶっ通しで生出演。様々なコーナーに登場し、ギネス記録などにも挑戦した。前日から通して番組に生出演していたキンプリの疲労は22日の昼過ぎ頃、ピークに達したようで、神宮寺勇太、23、と高橋山、22、はまぶたが今にも閉じてしまいそうだ。ちょうどそのタイミングでフラワーソングメドレーのコーナーが始まり、花にまつわる楽曲を数曲制歌唱。キンプリは、ジャニーズ事務所の先輩キンキキスの代表曲フラワーを歌唱するも、音程が全く合っていなかった。疲労が激しかったようで他の歌唱シーンでも全く声が出ておらず、SNS 上にはキンプリ歌が下手高橋の顔がやばいことになっている、少し仮眠させてあげて体力がないのかな、といった心配の声も上がった。その後、歌手、加山雄三と4人組音楽グループ湘南乃風とコラボし、加山の名曲くんといつまでも海その愛を歌唱したが、圧巻だったのは加山だ。84歳とは思えない圧倒的な歌声に、貧弱なキンプリの声はかき消されてしまった。芸能プロ関係者は昨年病に倒れたとは思えない加山の歌声に驚く人も多かった。そのせいもあってコラボでは、キンプリの声はマイクに電源が入っていなかったことを疑うくらい聞こえなかったと指摘する。キンプリの音程がひどすぎたため、ネット上ではわざとマイクの電源を切ったのかもという声まで。まだまだ健在の加山の声に、貫禄負けしたようだ。